それでは次の工程に進みたいと思います。で、次は室内機を今ここに取り付けたいと思います。そうだね、皆さん、はい、よろしくお願いします。で、室内機を取り付けるにあたりね、だこうつければ、こうつけるとね一番いいんだけど、これだとドレーンが流れないです。ちょっと斜めすぎて。そうだね、なんか捨てないとダメね。これで真っ平らなんで、でここに板を今かませようと思って。そう、こういう感じですね、そういう感じ皆さん。で、板を急遽作りました。これをここにつけて、これをここに台にしてここでつけたいと思います。その感じですね。で、これを今室内機をまずつけて、していよいよ室内機を結んで外のエアコンの配管を結ぶところまでとりあえずやっていこうと思います。まずそんな感じで今これをつけるんで、まずよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、取り付けるにあたって今金物こんなのつけてみました。こんなのと、これに合わせてここでこの金物、こういう白いのがついてる、これをつけたい。それつけて、こんな感じで、もう牛開いたね。そこぐらい、そのぐらい。長いね。覚えた。よし。いいね。あんな感じです。いいね、いいね、いいね、できたぞ。ね、皆さんはあんまり見ないもんだって後ろ。あんな感じだよ。こんな感じで。わかんないね。見えない見えない。そう。で、上はビーツ。明日もビーツ。明日も。明日もビーツ。明日はまず回して。ちょっと待って、下から行くかな。あ、下から行く。もういいよ。いいね。3枚OK。 あ、ここも。あ、まだ。は
い。オッケー。エアコンパテか。エアコンパテ。うん。な感じで。な感じで。この辺も今ね隙間空いてたんだよねこの辺ね。でここ。ここの電気と電気の間、こういうところもね、少し隙間空いてたりする。で、もし、こっから伝わって、ずーっと伝わって、入っていくと嫌なんで、とりあえずこれで今、埋めてみました。はい、こんな感じでーす。不室内機の電源の行き換え、プラスマイナス。うん。あ、ちっちゃいもあるんだ。赤と黒は電源だよ。赤と黒、まあそう。で黄色は。黄色はわかんない。黄色はつながないんだよね。でも一応持っていこうかなと。ああ。で緑が信号線だ。何か信号もらってエアコンついたりつかなかったり、よくわかんない。終わりです。あんな感じ。フィニッシュ。これはフィニッシュ。写真。あ、そこ前でやるの。ここの下。この感じ。ここに一緒につけるんだ。あ、ここなんだわ。皆さん一緒にくれ。これもそうだ。まあそんな感じで。皆さん入った。入りました。もっと引っ張る？うん。およいしょ。おお。どう？まだ引っ張る？まだ引っ張る？オッケー。あ、やった。帰りました皆さん。お、この感じ。あ、これはあとどこは？ちょっと長いと思う。この感じです。エアコンのつなぐるとこ上に。またなんかここに穴開けて、これを止めちゃおうかな。ね。そうだね。まず穴すきましょう。うん、ちょっと見ちゃうか。あ、ちょうどいいね。うん。どうですか？やりましたか？うん、バイ。
外機からレシーバータンクまでの、うん、これが出て、出て、出て、これが入り、うん、入ってレシーバータンクから室内機まで、うん、これ今つながってる状態、うん、でこれで今 10の配管はこれでとりあえず終わり、終わりです、うん、この10はね、10、次が13っていう、これ10の配、次これ、これ13、うん、これね、あ、10.5 だ、10.5、あ、10.5、10.5、これ中圧になるのかな、これはもうこのぐらいしか使わない、うん、こんだけ、はい、これはポンプから、うん、この室外機まで、うん、つなぐやつ、これこっちだな、穴開けた方がいいな、ここに穴開けるか、うん、穴しましょう大丈夫、あ、プラスチック、うん、あ、初めてポンプ開きましょう。どうなってるんでしょうか。左。誰、危ないよ。初めて人を開ける前に気をつけないと。うん、多分、ね、ガス入ってると思う。あ、ガスね。うん、でこの中あの汗かいて水で濡れないように、うん、でこの中にあえて多分ガスを注入してるんだと思う、うん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 、ね、そうすると水水あの結露しにくくなるので、あ、わあ、びっくりするね、パンって言ったね、パンしたよ、これも入ってた、この室外機にも ね、 これも入ってますね、この中にもガスか、 あの多分窒素かなんか多分入ってるんじゃないかと思う、ね、ああ、そうだ、うん、これも開けた時にシュッて抜けたから、うん、気をつけないとね、皆さんちょっとびっくりするわ、これがローのほうね、ちっちゃいやつ、うん、これを、うん、ポンプ、ポンプ、エアコンのポンプ、エアコンの圧縮ポンプ、これがもう一個のホース、うん、あ、ちっちゃいホース、これ、こんなもんだな、そんなもんだな、届く、長い、まだ長い、長いね、これが室内機から戻ってくる、うん、配管、これポンプで戻ってくる配管、おいい、ね、室内機、中からね、中から戻ってきて、うん、ここに入ってここでまた圧縮されて、うん、そして室外機、室外機通って、うん、
レシーバー通ってでまた戻っていく、うん、中に入っていく、こんな感じですね。その感じですね。これで多分 OK だと思う。 OK。 おー、いいね。間違いないよね。もう一回確認だ。もう一回確認します。その感じ、皆さんつながって、下もつながって、もうつながるようにしかつながらないから多分、ああ大丈夫、大丈夫だと思う。確認、確認。はい、いいよ。オープンの行きから、うん、オープンの行き、これがちょっと色変わってくれてればいいんだけどね、うん、行き、はい、 OK。 次エッジバルブから、うん、コンデンサー室外機の入り上に入れて、それから出て、うん、下から出て、うん、よいしょ、で、うん、そこ押さない。レシーバー。レシーバー。で、レシーバーに入って。はい、入って。行き帰り間違わないようにしてください。うん、間違ってないよな、これ。行き帰り。で、インから入って。入り、うん、インね。こう、インって書いてる。お、インね。インね。お。で、アウト。アウト。アウト。アウトから室内機に。うん、エキスバルブ、エキスパンションバルブ、エキスパンションバルブまで室内機ね、うん、まだつけてないけどね、うん、このあとこれかしめてから中、うん、今やるから。でエアコンのローの方は低圧の方が今室内機から来る。ホース、うんうん、ホースに、うん、につながる、つながったね。でこのホース、ポンプの高圧、ポンプから出る高圧から室外機につながるホースが 10.5、うん、BH の 10.5 ってやつ、うん、まあもうこんだけしか、本当にもうこんだけしか使わない、うん、ロー、うん、低圧、うん、低圧が今室外機から、室外機から来るポンプに直接これにつながってる、うん、これがあの室外機から、あ室内機からポンプまでのこの1本だけ、うん、これが13だった。13、13、ごめんね、間違えてた。そう、 BH の13ってやつ。BS13、うん、BH の13、これがここまで来る。あ、もうつながりはね、どうしてもパイプ、うん、パイプ、パイプでもうこういうふうにしかつながりようがないから、もう分かると思うね、これね、うんうん、ただここだけは間違わなければ、ここ、そうだね、うん、ここのつなぎのところの順番とか、この行き帰りを間違わないでつなげば、うん、あとはもう迷うことはないと思うな、うん、そんなに面倒くさくはないです、やるにあたっては、うん、でこれ今かしめてないんで、これ今かしめてオーリング入れて、うん、締め込んで、とりあえずここはこのな、ここは終わりです。終わりですね、うん、で今これかしめちゃおう、締めたらね、これね、うん、かしめちゃおうから、はい、皆さんこの感じでございます。ここ誰が終わった、うん、もうポンプ終わり終わった、もう結び終わった、うん、終わったね、うん、おー、よかったね。ここもつながった、ここも終わったね、うん、この感じです。皆さん、1日で終わるので
次は中ですね。まあ、次は中。そんな感じです。次の動画を見てね。